料理長アイリーンのハリウッドデビューに衝撃を受けたのは私だけじゃないよな。今回は歴代ハンターを支えてきた猫飯の進化の軌跡を振り返っていくぜ。どうしたのよ、お団子選択で悩んじゃって。いや、別にそういうわけじゃないんだが、いつまで経ってもライズの食事になれなくてな。なれないって？よもぎちゃんだよ。モンハンの食事を人が作るって、何気に珍しいんだぜ。私はあれ好きよ。歌もいいし。やっぱり飯はアイルーが作らないとしっくりこないんだよな。アイルーキッチンが懐かしいぜ。アイルーキッチン？じゃあその辺も含めて、今回は過去作の料理長と猫飯事情について、シリーズ順に振り返っていくぜ。待ってました。まずはモンハンポータブルからだな。初代ではオンラインでしか飯を食えなかったから、実質モンハンポータブルが猫飯の元祖だ。 PSP で出た最初のモンハンよね。どんな料理長がいたの？いないぜ。は？モンハンポータブルのアイルーキッチンに料理長はいないぜ。ハンターが雇用主で、アイルーはお抱えの料理人って感じだ。食材を選んで食べる。ナイフとフォーク持って待ってるのに、出てきた料理は手づかみで食べるのね。細かいツッコミはなしだぜ。アイルーキッチンでは最大5匹のアイルーを雇用できて、それぞれ得意食材と発動スキルが違ったんだ。猫バーを通して雇用するんだが、得意食材を吟味することが重要だったぜ。スキルは重要じゃないの？いや、スキルはアイルー吟味の最重要項目なんだが、モンハンポータブルではアイルーの所持スキルが表示されないんだ。吟味の仕様がないじゃない。基本的には得意食材から選んでいたぜ。そこから発動スキルを探っていく感じだったな。お目当てのスキルが出るまでは延々と雇用とスキル確認、そして解雇の繰り返しだ。アイルーからしたら最悪の職場ね。ちなみに解雇する時の後ろ髪引かれる演出はこの頃からあったぜ。胸が痛むわね。マリサには人の心がないの？私だって罪悪感はあったが、しょうがないんだぜ。ちなみに猫バーを通して解雇すると演出が入らず即解雇にできるから、主にそっちで解雇していたな。こういうのは第三者を挟むのが一番だぜ。せちがらすぎる。モンハンポータブルセカンドシリーズも、猫バーから雇用するシステム自体はモンハンポータブルと同じだ。相変わらず、料理長ポジションのアイルーはいない。ちなみにモンハンドスは仕様が異色なので割愛するぜ。ドスはどんな仕様なのよ？食材を自分で調達しなきゃいけなかったりしてややこしかったんだよ。このシステムは不評だったみたいで、ドスとオンラインゲームのフロンティアにしか存在しない。面倒なシステムね。セカンド G からはオトモアイルーが追加されて、少し事情が変わったぜ。オトモアイルーをキッチンアイルーに転職させることができたんだ。オトモよりもキッチンに適性のあるアイルーもいて、厳選方法が増えたぜ。たまに出現するさすらいの料理猫も雇用できたしな。別業種からの転校組にアイルー派遣用。さらにフリーの実力派料理猫。モンハンポータブルよりも厳しい実力社会に、アイルーたちは揉まれていたのね。肝心の食事内容だが、今回は和食チックになっているぜ。調理中のアイルーがおにぎり握ってたりな。またナイフとフォーク持って待ってたのに手づかみで食べてる。もしかしてハンターってナイフとフォーク使えないんじゃないかしら。戦いでは使うのにな。不思議な話だ。ちなみに解雇の演出もパワーアップしていたぜ。このシーンを見るためにする気もない解雇通告をしまくった人も多かったんじゃないか。やりすぎたらアイルーにマジ切れされそうね。次はモンハントライだな。ここからはアイルーキッチンじゃなく村の食事場で食べるようになった。猫バーからアイルーを雇用する必要もなくなったわけだ。というか、お供がチャチャとかヤンバに変わった影響で、アイルーを雇う仕様自体が消滅した感じだな。一応、このアイルーがトライの料理長ポジションだと思われるぜ。個性が出てきたわね。まあ、まだ1キャラクターとしての個性はなかったけどな。サードもこの料理長っぽいアイルーがいたのね。いや、サードには食事自体がなかったぜ。え、ボツになっちゃったの？サードの舞台になったゆくもの村には温泉があって、それが食事の代わりになっていたぜ。温泉に浸かって体力とスタミナを上げて、風呂上がりのドリンクでスキルを発動する仕組みだったな。風情があっていいわね。個人的には、がっつり飯にして欲しかったけどな。ライズもそうだが、和風モンハンは猫飯なしなのかもしれないな。次は4だぜ。いよいよ料理長としてのキャラ付けがされたアイルーが登場したんだ。ハンターが所属している。我らの団の一員、屋台の料理長だぜ。公式に料理長の名を冠したアイルーは、これが初ってことね。そうだぜ。屋台の料理長は、元はバルバレって場所で屋台をやっていたアイルーだぜ。材料を運ぶ運送屋がモンスターに襲われて困っているところをハンターに助けられて、我らの団に加入したっていう背景があるんだ。こういう経緯も含めて作り込まれたのも、
人担当のアイルーとしては初のことだ。チャイナ服を着て中華鍋を背負っていて、個性も強い。ボーの猫飯は中華なの？そうだぜ。チャーハン美味しそうだよな。美味しそうだけど、どういうメカニズムで巨大化してるのかしら。野暮なことは言いっこなしだぜ。ちなみにこの料理長はパオズやエビを膨張させる謎の秘技も見せてくれるぜ。謎すぎる。クロスシリーズでも個性的なアイルーがいるぜ。まずは、舞台となるベルナ村の屋台のおかみさんだ。公式名称はそのまんまベルナ屋台のおかみだぜ。キザったらしいカリスマコックかと思ったら、おかみさんキャラなのね。意外だよな。ちなみに、集会所にあるアイルービストロでは、シリーズ随一の個性的なアイルーが料理長を務めているぜ。そんなに個性的なの？こちらのニャンコックくんだぜ。これは、ドスアイルー？その辺は謎だが、ニャンコックの過去類を見ないルックスにハンターたちは驚愕したんだぜ。そりゃ、こんなの来たらびっくりするわよ。ハンターたちからは、見た目が不気味、こいつに料理作ってもらいたくないなどなど、大きな反響があったんだぜ。反響じゃなくて反発でしょ。ルックスそのもの以外にも原因はあったようだけどな。エンディングでも目立っていたし、公式からやたらと押されていたのも反発の原因だろう。あと、グルニャン装備というニャンコックを模した装備があったんだぜ。シリーズでも珍しい、再現度が異様に高い装備だった。見た目を虹色グルニャン装備にしていた某有名ハンターもいて、その辺もニャンコックの評判に影響していたと思われるぜ。そういうもろもろの事情があって、ニャンコックは良くも悪くも有名だ。なるほどね。で、肝心の猫飯のことに触れてないけど、クロスシリーズは何風だったの？クロスシリーズの猫飯はまさかのチーズフォンデュだったぜ。いいチョイスね。食材を選んで、それをチーズにつけて食べる感じかしら。いや、食材を入手したら、それらを組み合わせて料理を開発するんだ。そしてその料理をチーズにつけて食べるという謎の食事だったんだぜ。あら汁もチーズフォンデュにして食っていたからな。もはや悪事記ね。ワールドになって、ついにあの料理長が登場したぜ。ちなみに公式名称はアステラの料理長だぜ。ハリウッドデビューしたアイルーね。料理長アイルーといえばこのアイルーだからな。大した出世だぜ。この料理長は、もともと大団長のお供アイルーだったんだ。だが、ネルギガンテとの戦闘でアイルーの武器を壊されてしまい、葛藤の末に料理の道に進んだんだ。アイルーでありながら、人間以上に人間味を感じるキャラだぜ。意外と重たい背景があるのね。そういうキャラクター好きだわ。そして、背景以上に話題になったのは、序盤は調理中に何もしないことだぜ。見てるだけってこと？弟子が蒸し焼きにした魚に香草を乗せたり、焼き上がったチキンにマンチェットをつけたりな。こいつ、偉いだけで本当は何もできないんじゃ。と、いぶかったハンターは多かっただろうな。見てくれも相まって、もはやシュールラブね。最終的には自ら肉を切り分けてフランベして焼き上げてくれるぜ。見ていると腹が減る映像だ。それもいいけど、最後まで刺身にタンポポ乗せるポジションでいて欲しかった気もするわね。それもわかる。ちなみに料理長が調理で使う包丁は、お供時代におられた剣なんだ。その辺の細かい設定も含めて、しっかり作り込まれたキャラクターだぜ。次はアイスボーンに登場した、セリエナの料理長だぜ。優しそうなおばあちゃんって感じね。編み物とか好きそう。見ての通り、アステラの料理長とは対照的な人物だ。料理の方向性もアステラとはだいぶ違うぜ。方向性？アステラの料理長の料理は、肉、魚、って感じの豪快なものが多いだろ？対してセリエナの料理長が作るのは、家庭的な、温かみのある料理だぜ。具体的に言うと、じっくり煮込まれた肉が入った、ブラウンシチューやチーズたっぷりのグラタンだ。アイスボーンにぴったりのお品書きだよな。かなりの飯テロ映像だぜ。めちゃくちゃ美味しそう。なんかクレアおばさんっぽいわね。イメージ的に近いよな。ワールドとアイスボーンで猫飯も進化の極地に到達した印象だ。ところで、料理長の二人はライバル関係だったりするのかしら？いや、師弟関係だぜ。エンディングで、アステラの料理長が作った料理を味見して披露するシーンもあるんだ。セリエナの料理長には、みんな頭が上がらないんじゃないか？地味にすごい人物なのね。最後はライズに登場する、ヨモギちゃんと、お手前だぜ。ヨモギちゃんは里の、お手前は集会所の食事場を担当している。この二人は師弟関係で、ヨモギちゃんはお手前の弟子なんだぜ。お世話になってるのに、知らなかったわ。今作は今までのような食事ではなく、うさ団子というお団子に変更になった、食材ではなく、好きなスキル効果の団子を3つ選んで注文する方式だ。可愛いお団子を作りたくなるのよね。結局はスキルを優先してしまうけどな。お団子を注文すると、うまうまお団子の作り歌、と
という歌を BGM にムービーが流れる。よもぎちゃんは両手に構えた串を投げるんだが、アイルーがお手玉していたお団子を正確に貫くんだ。さらに一本も漏らさずお盆に突き刺さるという神業っぷりだぜ。もしかして本当はすごい子なんじゃないかといぶかってしまうぜ。殺人黄金中みたいよね。そういえば百竜夜行でもそっちは棒ぶっぱなしてたっけ。集会所では、うまうまお団子の作り歌の歌詞が変わり、師匠のお手前が腕を披露してくれるぜ。空中を舞うお団子生地を高速で切り分け、納刀と同時に分割させるという剣豪顔負けの技術だ。この師匠にしてあの弟子ありって感じだぜ。あの二人で波のモンスター圧倒できそうよね。ハンターも、あの大ぶりな団子を一瞬で頬張る食いっぷりを見せてくれる。あれを見てるとお団子買いに行きたくなるぜ。美味しそうだもんね。ゲームの食事描写って地味に難しいポイントなんだよな。他のゲームでも綺麗な CG の料理はあるんだが、食べる描写ってどうしてもぎこちなくなりがちなんだよな。食べる描写をぼかすゲームも珍しくないんだが、モンハンはその辺を大胆かつコミカルに表現している。言われてみると、あのお団子の食べ方は漫画っぽいわね。見てて腹が減るんだから、すごい力の入れようだと思うぜ。今後の食事要素がどうなっていくのかも楽しみになってくるよな。あんまり飯テロされると太っちゃいそう。でも楽しみだわ。ということで、今回はアイルーキッチン誕生からライズに至るまでの料理長と猫飯事情をお送りしたぜ。料理長が登場したの、割と最近だったのね。そうだぜ。トライから徐々に普通のアイルーとの差別化が図られて、ワールドとアイスボーンで料理長ポジションのキャラクターが完成したって流れだな。初期の厳選されて解雇される頃に比べたら、アイルーも随分出世したってことね。シリーズの歴史を感じたわ。モンハン飯はレシピ本が出るくらいの人気っぷりだからな。ライズのお団子もいいが、また復活して飯テロしてほしいもんだぜ。私も過去作やってみようかしら。かつての猫飯を懐かしんだ人は高評価を。猫飯に限らず懐かしい要素の動画も出していくから、チャンネル登録もよろしくね。猫飯の思い出があったらどんどんコメントしてほしいわ。ご視聴、ありがとうございました。過去作の傾向から、ライズ G の復活モンスターは20種類以上になりそうだ。かつて戦った強敵たちが、復活すると考えると楽しみになってくるよな。どのモンスターが復活するかを、過去作での扱いやユーザーの人気から予想していくぜ。もちろん、難しそうな復活モンスターも挙げていく。みんなも復活モンスターを妄想しつつ、楽しみに待っていてくれよな。次回、ライズ G の復活モンスター予想前編、ゆっくり見ていってね。We'll be right back.